ピエール・ダビッド・ゲッタは、フランス・パリ出身の DJ、音楽プロデューサーである。デビッド・ゲッタは、日本での英語風表記であり、フランス人としての名前ではダビッド。彼は13歳の時、フリーラジオで流れていた、ダンス放送、ロス・ DJS にインスピレーションを受けて、最初の自作ミックスを作成。17歳の時にディスコ、ボードの、専属 DJ として契約。 1990年にディスコ、キャバレーが、クラブフォーリー・ピガールとしてリニューアルした際に、専属の DJ になったが、当時のパリには、クラブフォーリー・ピガールとボーイの二つしか、ハウスミュージックを提供しておらず、彼は、多くのディスコにハウスミュージックを教えてきた。その前は、ラジオの場や様々な、パリのクラブの顔として活躍。1992年にディスコ、クイーンの、 アーティスティックディレクターとなり2年勤めた間に国際的に活躍する DJ たちを招待した。その後1994年にはバタクランに移籍。毎週目、金、土曜は2500人以上のファンがクラブに詰めかけていた。1995年にデパレスのディレクターに1997年にはレベインズ・デュショスで最初のパーティースクリームを手掛けた。 2001年に自身のラブ・ドントレッドメゴーツアーを開始。2002年には50以上のクラブでミキシングするほど人気がで同年発表したアルバムはフランス国内で最も電波放送された。2003年にはゴールドディスクを受賞。フランス国外でも活躍の場を得る。アルバムワンラブでは彼の友人たちファーギー、LMFAO, エーコン キットカビニーヨラをフィーチャー。アメリカでトップ5入りし、イギリスではアルバム中の3曲が1位を獲得。同年発表された第三者機関である DJ、マガジン誌には、彼がその年一番のアルバムセールスを記録したとあり、その数720万枚と DJ としては最高。DJ マガジンによる DJ マグトップ100において2009年に3位となった。現在は、 ハウスミュージックに限らずポップミュージックやヒップホップも手掛け、リアーナやカイリー・ミノーグ、マドンナラと共演している。2010年10月には南米チリでクレムフィールズコンサートでパフォーマンスをしている。初のテレビ出演は1991年1月8日、フランス3チャンネルのラクラス。 2010年8月にクランクアップした映画、ステップアップ3に DJ 役として出演し、フローライダーをフィーチャーしたオフィシャルミュージックビデオ、クラブキャントハンドル目、フローライダーフィート、デビッドゲッタ、ステップアップ 3D が発表された。日本の総合格闘技団体、リジン所属のギャビガルシア選手の入場曲。ありがとうございます。